さんこんばんは。スナックフルーともチャンネル、ともちゃんママです。いつもご覧いただきありがとうございます。そして今日もお疲れ様でした。さて今日は、もう6月も半ば、夏に向けてダイエットなんてしてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そんな方にちょっとダイエットの情報をお教えしたいなと思ってます。さあ皆さんなんて改まって夏と冬どっちが痩せやすいかってご存知ですか。実は冬の方が痩せやすいんですね。今夏に向けて頑張ってる方にはなんかちょっと申し訳ないんですけどすいません。でも実は冬の方が痩せやすくって、なんでかっていうと夏はこう暑いので汗として水分が出てしまうんですよ。で水分が出て体重が落ちるみたいな。だから夏になんとなく痩せたって思うのは水分が出てるから。で冬はですね、こう寒いから体がこの体温を保持しようと脂肪を燃やして体温を保とうとしてくれるので、冬の方が実はですねダイエットに向いてるんです。そう、冬の方が実は痩せやすいですが、行事クリスマスとか年末忘年会新年会お正月とかその食べる機会が多いから、冬にこう痩せたなとかお正月太いとかいう言葉が出てきてしまうんですけど、でも実はダイエットは冬に向いてる。結局食べるもので体重はやっぱり増えたり減ったりしますよね。それはだって食べなければ太らないんですから。とよくお店で太った太ったって言うと、じゃあ食べなきゃいいじゃんって極論をお客さんによく言われるんですけど、そりゃそうなんですって知ってるんですっていう話をいつもしてます。でも食べちゃうんですけどそう でも基礎代謝っていうのがあって、基本的に人はカロリー、1日のカロリーの消費の 70% が基礎代謝でカロリー消費をされている。でその基礎代謝を上げる方法としてですね、後ろの肩甲骨をこう寄せる、猫背を改善する、こうあんまり跳ねすぎるとかするんですけど、猫背を改善するだけで基礎代謝が 1.5 倍ぐらいにアップするっていうなんか研究の結果があるみたいで、ちょっとこれを皆さんやってみてください。夏に向けて基礎代謝をアップそう、あんまり夏に頑張りすぎて熱中症になっちゃったりとかちょっと体調悪くなっちゃったりしかしないように。私も今このコロナ禍でですね、なんか仕事もせずコロナ沼というか、もう一回太り出したらどうなっちゃうんだろうっていう心配に駆られつつ日々過ごしてるんですけど、こう背筋を伸ばしてなるべくカロリーの抑えた食べ物を取りながら再開に向けて、お客さんに太ったねって言われないように頑張ろうと思ってますさて今日はここまでです。今日もどんな一日だったでしょうか。明日も大変だと思いますが明日も頑張ってください。少し早いんですが今日はここまでです。おやすみなさい。また明日ね。